少年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様チャンネル登録お願いします。今日はですね、 DHC テレビの山田社長おすすめの、ただまさのお弁、ただまさでいいんですかね、はい、中世さん、ただまささん、日本料理ただまささんのお弁当いただきたいなと思うんですけど、ケントさんもね、なかなか美味しそうですね。はい、そう、押さえてこれいただきましょう。よし、ね、これで早速いただきたいな。ね、今日なんかすげえ腹減って、妙に腹減って今日は、はい、もうあのツイッターが盛り上がりすぎでしたよ。もうあれなんかもうあのシナリオ読んだ瞬間にもう俺もう吹いてましたからね。あ、こんな感じです。どーん、はい、美味しそう。はい。そしてご飯もこんなです。お先に失礼します。どうもお疲れ様です。病院の検査の結果は、あ、そうなんですか。病気大丈夫？ただの人間ドックなんですよ。ああ。行くのそんなもん。人間ドックってあれですよ。初めてなんですよ。人間ドックってあの高井さんみたいなやつですよね。あの俺のクラスターみたいなやつ。はい。人間ドック。ありがとうございました。ああ、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございました。いやー、いただきます。まあ美味しそう。今日でも。なんか、はい、いろんなネタ出ましたね今日はね、うん、今日はでも特にあれですよ、あのアメリカのネタがね、最後のあのねシカゴのね、うん、やつがちょっとかなり衝撃的です。面白いですね、いろいろあるんですね。アメリカすぐ暴動起きますね。いや、そうなんですよ、ちょっとこれやらなきゃ、これをやらないとね、こういうご時世ですからね。すいません、先にやれば。だから暴動よりも犯罪なんだよ。犯罪ですね、本当そうですね、うん、そうですね、報道を言ったらなんかそんな悪いことでもないね。なんかこうちょっとね、あの理由なき犯行みたいなね、造反有利ってことか、それまた問題ですけど、はい、暴動、ブラックライズマターが言ってるのはね、はい、自分たちのちゃんとした運動をね、はい、ハイジャックされてると。なるほど。あのアナーキスト、はい、でそれすごく、でも一部しか言ってないけど、ね、いただきます。ね、じゃあブロッコリーからね、まずこう繊維質からね、食った方がいいですからね、はい、おいしい、うん、まあでも国民民主党分かれてすっきりするんじゃないですか、うん、ねえ、その方がいいよ、ねえ、ちゃんと保守的な人と、はい、お、サインが来た、サインしなきゃ、サインボード、サインしますよ、先にあのお待ちになってると申し訳ないんで、ペン貸してください、はい。はい、ありがとうございます。はい、じゃああのこれねサインさせていただきますんでね、はい、もう本当にね今日でもすごい人でびっくりしましたよ。よくぞこんな猛暑の中で集まったのよ。ねえ、本当ですよね。一番行きました。行きました。いくらお盆とはいえね、うん、やっぱりみんなニュース受けてんじゃないですか。そうですよね、え、テレビがもうだって感染者ってね、えあの検査陽性者なのにね、もうそのことばっかりなんかやってるんで、はい、箱の上でいいんですか。おお、じゃあ俺の顔の上に書いちゃおうかな。もうだからもう安全です、やめましょう、こんなんやめ、うん、やめましょうって誰も用意はあるんでしょうね、あの言うチャンスもタイミングも全く、私ね二類感染症をあのあこれも箱の上でいいんですか。箱はいいんですよ、ね、箱で、はい、あ、いいんですか。二類感染症のね指定を解除すればいいと思うんですよ。あれがあるから隔離しなきゃいけないんで、あれがなければいいので、でもうなんかインフルエンザと同じ対応で大丈夫じゃないですか。なんかだってあんまり移す人も5分の1ぐらいしかいないみたいですね、はい、地上波のテレビも多分、はい、距離離したり追い立て置いたりしてるじゃないですか、はい、やめるタイミングを完全にしてますね。ああ、なるほど、うん、なるほどね。ニュース女子はやめといてよかったですね。あれは、いいタイミングやめましたね。僕の方針としては、はい、政府が緊急事態、はい、宣言を解除したら、はい、一旦全部やめるという。なるほどなるほど。出ないと、はい、絶対やめない。キリがないですもんね。何をやめるって。ああいうあの距離を離したりリモートにしたり。ああ、はい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 、はい、ソーシャルディスタンス系ね。キリがないですよね、はい、それね。はい、すみません。そうなんですよ。で今テレビが今そういうドツボですよね。ただでさえ面白くないのにテレビなんて、みんな横目で他のを見ながら、はいはいはい、もう本当テレビってそうなんですよね。あのフォックスニュースは、はい、ダメだよ、ちっちゃい虫、おい、ん、ちっちゃい虫取れました、当たってない、こっちだ、あの
例えばザ・ファイブっていうのがあるんですよ、はい、番組が、はい、朝6時からの番組で、はい、5人でやってる、はい、でやっぱりねあのリモートですよ。あ、そうですか。まあでももともとアメリカはね結構リモート多かったですからね、もともとね、まあ、広いですからね、来れない人を中継でっていうのはよくあるパターンです。結構やり取りがあの間が空くわけです。あ、そうなんですよね、なかなかねうまくいかない。フォックスはどうして日本のテレビ局はどこも提携しないんですかね。DHC テレビ提携できないですか。一時ほら、ね、フォックススポーツ&、国内向けの内容なの、うん、あ、フォックススポーツ&エンターテインメントは去年、はい、流れちゃったんですよね。ディズニーに買収されて。そうなんですよね。今じゃ あの日本向け の, あの同時通訳のフォックスしかないんですか、日本で見れるフォックス、ね、あのスカパーでやってるやつ。 あるんですか。あ、ケントさんのサインが。あ、僕のサインがあるんだ。これで、はい、多分まあ大丈夫だと思うけど、難しいかもしれない。はい、どっちがどっち。はい、朝これ最後、これ最後、はい、すごいですね、皆さんありがとうございます。本当ね、こちらね、よろしくお願いします。はい、いやー、びっくりです。フォックスだから日本向けにね、まあ日本向けっていうか国際放送あればいいんですけど、アメリカ国内向けが多いんですね。だからダメなんですね。はい、これ大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあお弁当食べます。はい、すごいですね、大人気ですね。我々2020の8月の12日ね。僕ね、今日ね、結婚チャンネルに河原に行くって書かないとダメだね。うまっ、おいしい。おいしいだけじゃない、もうちょっとエコメントも出てる。ああ、なんかまったりした。別にまったりはしない。何か言うとまったりが出てくる。あ、すいません。食レポ無理っす。上がこうです。食レポ難しいの。ご飯が爽やか。爽やかですか。まあこういい感じでこのデミあのタルタルソースも絡んで、冷めても美味しくいただけるお弁当ですね。エビフライは軽く出れたもんですよ。うんうんうん、そうですね。うなぱい、うなぱい、年上。ありがとうございます。ファンの方から。ファンの方。ええうなぱい。うん、VSOP のVSOP ちょっと入ってる、これ。あれかな、あとで美味しくいただきます。はい、でもやっぱなんかみんなあのニュースに飢えてるというか、そうですね、なんかあの同じことばっかりやってるんでテレビが、あのフォックスニュースがしかし、うん、それだけ視聴率が取れてるというのはすごいと思います。すごいですよね、フォックスなんて。あのやっぱりね、80年代出たんですよね。あれフォックスニュースはね、うん、あの出すんですよ、うん、いやリベラルも、うん、だから今日のファイブには、元民主党全国民主党組織のトップだったドナー・ブラジルという女性がいるわけですよ、はいはい、黒人の女性ですけど、うん、出てましたね。で彼女がそこで言ってました。あの、はい、私は民主党ですけど、うん、でも皆さんが仲良くしてくれて番組出してくれることにすごく感謝してると言ってますね。フォ、はい、ックスはだから右派とか保守じゃなくてまともっていう感じですね、うんうん、そう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 、他が左すぎておかしいんですね。日本と同じですね。 CNN はひどいですよ、うん、でバイデンの悪口絶対出さないですね。日本の地上波売上がそんなに4割とか、はい、スポット4割減ですね。地上波テレビが倒産して4割ですか、うん、倒産して放送が止まったってまだないんですよ、ね、ないですね。あの昔 KBS 京都が経営破綻したことあるんですけど、ね、でもあのそうですね、地方局やばいかもしれないですね。そういう意味ではあの財務体質も脆弱ですし、あともうほとんどあのね東京で作った番組をネットして流してるだけみたいな曲多いですよね。朝と夕方しか独自のコンテンツ持ってないみたいな。あ、ゴールデンタイムはどうなんですか。うまくいってる。ゴールデンタイムはだからみんなあれですよ、あの東京の曲か大阪の曲で作ったやつを全国流してるだけでしょ。そうそうそう、大阪ぐらいですよね、ちょっと独自のワイドショーとかやってんのが。ちょっとやばいのがあの
ポスンと一軒家とかね、数字すごい取ってるのに、提供がつかないんですね。提供スポンサーがつかない。なんで？見てる層が高齢者なので、購買につながらない。購買につながらないから、スポンサー降りちゃうんですね。それ実はあのサンデーモーニングもそう言われてますよね。サンデーモーニングがすごい高齢化した。そう、あの高齢化しすぎて全然広告つかないって。広告つかないですか？うん、言われてます。あの高齢者見ても物買わないんですよね。うんうんうん、見るだけで、ただ乗りで。うん、この辺は ネット広告の方が分かりやすいですよね。見てクリックすれば、そうです ねコンバージョンするかどうか一発で分かるわけで。ふーん、その差はやっぱりもう歴然ですよ。やっぱネット広告の方が圧倒的に勢いありますもん。やっぱマーケティングの世界でも基本は誰に物を売るかじゃなくて誰に売らないかっていうのを最初決めないとダメじゃないですか。これはよく言う話ですけど、誰に売らないかを考えるときにテレビって売らないやつが大量に見てるのに たくさん見てるからってことで、あの課金してくるわけですよ。なんか全然こんな合わないじゃんっていう人は出て当然ですよね。これね、もう絶妙にその、美味しい。これ、ハンバーグ美味しいですか？ハンバーグはね、ピンキリなんですよ、ラーメンと一緒で。これも美味しい方です。美味しいですね。すごく、これ何にもリアクションしないでずっと食い続けたんです。ダメですよ、食べたれとしては。全然食べたれ目指してないんで。お口の中が宝石箱やとかって言わないとダメなんですか？それ古い、パクリ。パクリやん。パクリ。それもちょっと下手。お口の中がカルロスゴーンやーとかって言ったら、なんか美味しいな、美味しいな、よくわからない。よくわからない。なんか爆発してるみたいな。だからね、トークニュースの8時がタッカー・カルソン。で、9時がショーン・ハネキ。で、10時がローラ・イングラム。なんですけど、ハネキがね、本を出したんですよ、先週。はい。飛ぶように売れて、2週連続堂々と第1位です。私も2冊買いました。うん、あの、Amazon プライムに、あ、じゃない、Fox Nation、はい、有料のストリーミングサービスもあるんだけど、それに登録するとタダでもらえるからね、そうしたら。あとは、それが予防に行くから、自分も欲しいから自分で買う。Fox Nation ってあるんですか？で、明日13日に登録です。ファックスネーション有料チャンネル。有料チャンネル。有料チャンネル。何が違うんですか？だからね、歴史ものとか、企画ものとか。すげえな、ファックス。あの犯罪チャンネルとか。じゃあうちもやりますわ、DHC ネーション。ネーション。やればいいですね。DHC ネーちゃん。ネーちゃん。ネーちゃん。じゃニュース女子じゃないですか？なるほどね。まだ日本のテレビそういう意味で本当行き詰まってますね。ですな。でこれでもうまたあのコロナ煽りまくってるんで、売り上げ下がる。どんどん売り上げ下がってもいいんですよ。まあいい気味ですよ、ね。コロナの話が聞きたくないんじゃないの、みんな。完全に自業自得になってるじゃないですか。だってちゃんと言うてないのがもうバレてるじゃないですか。感染者だけ言って、ものすごい量で人がものすごい大量の人が退院してますよね、今ね。全然問題ないからね。ですよね。だってあのアメリカではね、学校始めるかどうするかってワイワイガヤガヤやってるけど、8時頃目黒駅に行くとね、そこの周辺の高校に来てる、高校や中学校に来てる学生に埋まってるんですよ。みんなマスクして。ハンバーガー、ハンバーガー美味しいです。も, なしで、もうこれ一口で全部ご飯いけるぐらい美味しいです。どうですか、変化球、変化球ギリどうですか、編集、今の編集どうですか。他使いどこないから。食レポ厳しいな。食レポの世界もなんかみんな極めてるんでね、上手な人いっぱいいるじゃないか。僕昨日ね、歯医者に行ったんですよ。水、はい、美味しい。料理の味が引き立ちますね、やっぱね、これね。今の使い、あ、ありがとうございます。です。海洋新総帥。あ、じゃあ仕事出ました。常連さん。ね、常連さん。昨日、はい、歯医者に行ったんですね、1年ぶりですよ。うん。出てましたね、常連。虫歯があるだろうと思ったらなくて、はい、はい、あの、大して汚れてもいなくて、すごい良しかった。歯磨き上手なんですね。ただね、はい、あの、すごかったのはね、もう、はい、あそこ、化学工場に入るみたいな感じで、はい、みんな防御服をして、うん、でその
洗浄するための機械も新しくなって、うんうん、おかげさまで1万2500円で済んでいたのに2万7500円なんですけど、高っ。ケントさんいい歯医者行ってんですよ、うん、でもそれはそれでものすごいね、あの安心できたわけ。うん、誰の顔も見ずに、うんうん、みんな隠してるマスクで、あのすごくでもね安心しました。うーん、保険診療じゃないやつですか。保険じゃないかもしれない。保険じゃないですよ、2万7000円なんて。う、ね、うん、私もあの保険ないんですよ、もともと。あ、そうなんですか。入ってない。あ、でも多分ケントさんのやつはなんかいろいろあのこうあの歯の傷を治すやつとかいろいろ修復みたいなやつね、うん、入ってると思うんで。総合的な強制から何から。自分もあのフッ素添加とか保険外ですけどやってもらいますやってもらいますよ。大事してまんな、うん、歯は命ですからね。40年ぐらい歯医者行ってねえやばいですよ。やばい、小学校以来やばいよ。全部インプラントになっちゃいますよ、下手すと。本当に。じゃあまあそれはそれでいいよ。いやいやいやマジでやばいですよ。あの子供の頃詰め物したところの裏がね虫歯になってることが多いんですよ。うん、銀歯とかの裏。そう全然歯痛い。そうなんですよ。それ自分4年前ぐらいに全部直して、うん、もうすんげえ金かかりますよ。僕もやり直しました、うん、あれやるとあれやると長持ちします。だって昔水銀を使ってたとかね。うん、うん、そうもう50だから、うん、もういればでええわ。その詰め物の裏が、そう詰め物の裏行っちゃうんですよね、うん、すみません、取り留めのない話でしたけど、うん、まあ食レポは難しいということですかね。せやね。そうですね、はい、ありがとうございます。修行してください。修行します。はい、皆さんチャンネル登録お願いします。ガー。